窓開けたらすごい風が家中吹き通ります。うちから一番の今寝室に、ね、使っているこの廊下、通路、はい、ここが一番うちの名物なんですよ。名所なんですよ。お客さんに呼んでないし、お客さんにお呼びしましても、ここ寝室で入っていただけますし、もう階段上がってすぐ揺らしていただくのでね、こちらはこうやって映像して。明治天皇のお墓が2つあります。実は片方は公明館のお墓なんです。神武神皇がカンカンに怒って取ってくる音がいる場所です。どっちも怒ってるんでしょうか。どっちも怒られてるのかな。神武神皇が怒って今じゃなかったのに何しに来たのかって。神武神皇って大和民族じゃないからね。ペルシャ人だからね。魏のね、魏職法じゃなくて漢儀長老の魏のね、姫だったんですよ。神武神皇女福天なのに、ね、大臣ね、魏の大臣なんで、それが神武神皇って絡まれてたって感じされて神武神皇一味にされてしまう。その